テレビの中に住む女は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター、フーのシリーズ2第7話。2006年5月27日に BBC1 で、初めて放送され、脚本はマーク・ゲーティス、監督はユーロスリンが務めた。本作の物体は1953年のロンドンで、エリザベス2世の戴冠式の頃である。本作では肉体を持たない、異星人のワイヤーが、 テレビの視聴者の精神からエネルギーを消費して肉体を復活させようとする。マグパイテレビ展テレビの中に住む女の脚本は9代目ドクターのエピソード賑やかな死体や複数のスピンオフオーディオや小説を執筆したマークゲーティスが担当した。現代ザイディオッとエスランタンは脚本家のグレース・ロバーツが提案しこれは 彼の父が実際にテレビをそう呼んでいたことに由来する。本作のロケ地は、ロンドンのマズウェルヒルで、第2ユニット撮影は、アレクサンドラパレス周辺で行われた。マグパイテレビ店の外装は、カーディフのプレンヘームロードで撮影された。本作に関連するゲームマグパイオンラインアーカイブは、プレイヤーが、BBC テレビの履歴の様々なクリップを検索して、 ワイヤーが残したメッセージを探すファイル共有アプリケーションである。それまでのゲームとは異なり、ドクター風の公式ウェブサイトからのみアクセスできる。トミー・コノリーを演じたローリー・ジェニングスはビッグフィニッシュのオーディオアイ、ダベレス、イノセンスで10代のダブロスを演じた。トミーの祖母を演じたマーガレット・ジョンは1968年に2代目ドクターの ヒューリー・フロム・ザ・ディープで、ミーガン・ジョーンズ役を演じていた。当夜の視聴者数は632万人、最高で778万人に達し、番組視聴選挙率は32.2%であった。最終数値は676万人で、その日最も視聴された番組となった。視聴者評価指数は84を記録した。本作はイギリスでは2006年7月に、 サイバーマン襲来、鋼鉄の時代とともに通常版 DVD でリリースされた。日本では NHKBS2 で2007年1月30日に NHK 教育で2008年1月22日に放送された。2011年3月26日にはララ TV で放送された。テレビの中に住む女の評価は賛否両論となった。SFX のヤンベリマンは テレビの中に住む女を5段階評価で4と評価し、物語の主軸をかなり実質的ではないと呼び、すべて説明されることを好む視聴者を喜ばせないだろうと指摘した。しかし、彼は本作を楽しめるとして、ユーロスリンの監督としての技量を褒めた。ベリーマンは本作のハイライトは家族のサブプロットであると考えた。 イグンのアフサンハクは本作を10段階評価で6.8とし、複数の論理的欠陥を見出して、本作をわずかながらに面白いと評価した。デジタルスパイの批評家、レック・ホーガンは、テレビの中に住む女は、類似したプロットであると感じたゲイティスの、ドクター風の脚本、賑やかな死体の後では、がっかりするものであるとし、ドクター風そのものというよりも、その模倣であるとも綴った。 また、彼は、ワイヤー役のマクリーン・ディップマンの演技を気に入らず、キャラクターに脅威が欠けていたといい、トミーの父のサブプロットをうるさいと感じた。ガーディアンのスティーブン・ブルックは本作を、シリーズで最も好きでないエピソードと呼び、クレバーすぎる上に、模倣の度が過ぎるとした。ありがとうございます。